南部弁は、江戸時代に、南部市が治めた森岡藩を呼び、八戸藩にあたる地域の日本語の方言。東北方言の一つであり、北大宇方言に分類される。南部市の地行域は、青森県の東半分と岩手県の北部を呼び、中部に、秋田県の北東部の一角を加えた広大な、ものであり、かつ、山脈などの自然障壁による隔絶や、 西めぐる海運、東ぐる海運などの海を介した交流によって、地域差が大きい。また、上記三県おのおので、南部弁という場合は、事件内の南部弁を指すため、競技の南部弁は、どの県民が言うかで定義は異なる。方言学では、青森県内の南部弁については、南部方言という。青森県緑、南部地方白、津軽地方青森県の西半分は、 津軽氏が治めた津軽藩であり、津軽弁が離されている。一方、同県の東半分は、南部市が治めた八戸藩と森岡藩とで占められ、南部弁が離されている。青森県内の方言は、大きくこの二つに区分される。青森県内の南部弁を区分する場合、八戸、森岡両藩の間の藩境は、方言の境とされず、旧軍をもとに区分される。 旧軍とは、下北軍、上北軍、三古軍の三軍であり、各々の,の,の方言は、下北方言、上北方言、三十八方言という。このうち、下北方言は特に他との差異が大きく、南部方言から切り離して区画する場合もあり、この場合は上北及び三十八の方言を、競技の南部弁とする。下北地方は、 道の区湾を行き交う船の往来により、立地方との交通が盛んであったため、下北方言は、南部方言を下地にしながらも津軽方言や、北海道方言的な面も見られ、また他にはない独自面も持ち合わせた方言である。農村部から都市部へ人口が移動した現在では、この地域における人口集積地であり、文化的中心でもある、八戸市あるいは、 八戸都市県の方言を八戸弁とする例も見られる。岩手県の北部から中部にかけてはかつて南部市による八戸藩を呼び森岡藩が治めていた。一方、岩手県南部は伊達市による仙台藩を呼び一ノ関藩が治めていた。このため岩手県内の方言は北部から中部にかけての中北部方言と南部方言に分けられる。 南部半域が北大宇方言に属する一方、仙台半域は南大宇方言に属する。岩手県内で南部市領内の方言を南部弁というため、それに倣って伊達市領内の方言も伊達弁という例が見られる。南部市と伊達市の地行域の境界は北上市内を通って東に向かい、東野市の南辺を経て釜石市内を通って三陸海岸に至る。 岩手県内の方言には、太平洋側の福島、宮城方面から北上してきた南欧方言系統のものと、日本海側の新潟、山形方面から北上して、青森県で U ターンして、岩手県へ入った北欧方言系統のものが認められる。岩手県内の南部弁を分類する場合、以下のように3区分する。秋田県、和の地方機、和の市緑。 小坂町秋田県の数の地方はかつて南部資料であったため、数の地方の方言は他の秋田弁とは区別される。発音の特徴は他の東北方言、北大雨方言と共通する。東北方言一般には死と、す、地とつ、地と図の区別を失っているが、岩手県沿岸方言では明治生まれの住民も区別がある。市と巣を区別しない地域については、 本校では、し、すのように表記する。また、東北方言の特徴として濁音は、直前に微音を伴うが、本校ではこれを、んと表記する。アクセントは、外輪東京式アクセント、あるいはその変種である。頭がのように、アクセントの高い部分は一語につき一泊までという、特徴がある。二拍名詞第四類、五類は原則として、 雨のように頭高型だが、森岡市など、岩手県中部では、糸、船など2拍目の部員が高母員の場合は、糸のようにお高型になる場合がある。一方、八戸市や三陸海岸沿岸部では、このような変化は起きず、頭高型である。また、岩手県広野町種市ではアクセントが、周囲から一泊前ずれしたような形で、一見すると、 京阪式に似ているアクセントが存在する。全般に東日本方言の特徴を持つが、沿岸部では北前船の影響で近畿方言に由来する表現も見られる。また、下北半島、上北38に、理由の接続上し、境に由来する、スケや、ステが見られ、三陸中部には、ケに、ケイが見られることは、 遠く、西日本方言の影響が三陸にまで及んでいたことを示唆する。動詞の活用は、基本的に共通語と同じであるが、五段活用をする。動詞では、過去、野郎に当たる形はなく、代わりに、各部のように、べ、べえを用いる。一段動詞の未然型は、助動詞、える、せる、猿がつく場合、聞きらえる、聞きらせる、起きらさるのように、 ラ行四段活用化している。岩手県では、家庭型で、加減場、おぎれん場のような形だけでなく、四段同士で、加減場、一段同士で、おぎらん場のような、古い形が残っている。青森県や岩手県北西部の足路町などでは、カウを、狩るというなど、和行四段がラ行四段に変化している。作業変革活用の、するの終始型は、し、すまたは、 する、しるで、し、すの方が普通。するの否定型は、しネやのほか、さねやの形も現れ、家庭型は、せんばが、一般的、命令型は、せという。形容詞は、レンボインの融合が活用に影響を及ぼした例が、認められる。南部弁では、愛というレンボインの融合が起こるため、高いの修士型は、全域で、タゲ、アとなるが、これが、 連用型にも影響して、タゲ、アグネア、タゲアガッタのような形を使う地域がある。タガクネ、ア、タガガッタのように融合しない地域もある。過去形は、アガガッタ、サビガッタのように、共通語と同じく、カッタを使い、津軽弁の、くてあった、形ではない。また、べ、ベは、アゲアベ、スンズシべのように終止型に、直接つく場合と、 赤寒辺、寸寿司岩辺のように、仮活用を使う場合とある。家庭型では、揚げあんば、鈴しんばのように、終止型に、直接、場がついた形が使われ、青森県の南部地方では、赤から、カナスカラのような形もある。形容同士は、連帯型が、聖が名森のように、名語尾の場合と、聖が名森のように終止型と同型を使う場合があり、 どちらを使うかは地域によっても違う。家庭型では、青森県で、西岩原、岩手県中北部方言では、西が、ダだらんば、聖がにだんばのような形を使う。可能を表すにはゲル、しょげる、きぎれるのような可能動詞や、読むにいいのような動詞修士形、にいい、にええ、読まえる、きぎらえるのような動詞未然形、L が使われる。刺激を表すには、かがせる。 木切らせるのように未然型に、セルをつける。自然とそういう状態になる、という自発を表すには、書がル、木切らサるのように未然型に、猿をつける。意志及び水量を表す、助動詞として、べ、べえがあり、かぐべえ、おぎるべえ、おぎんべえ、すんずしべえ、しんず、ガンダべえのように、要言の終士型につけて用いられる。一段同士の場合は、 おぎべえのように未然形につく場合があり、形容詞の場合は、すんずしがんべえのように、かる形につく場合もある。水量には、ふるごったのように、ごったを使う場合もあり、青森県では、ふるよんたのような、よんたや、みった、よったも使う。ごったは、南部弁に、特有のものであり、秋田弁、津軽弁など、隣接方言では使われない。 過去表現として、岩手県では、実際に体験あるいは見分した過去の事実を階層的に言うのに、回だったのように、たったを用いて表す。一方、過去の事実を、傍観的、伝聞的に表すには、回だっけのように、たっけを用いる。青森県南部地方でも、過去に行い完了したこと、経験したことに、たったを用いる。資格の各助子が、 係り女子、はは省略されるのが普通。対角の、おも省略されることが多いが、強調する場合には、ば、五度を用いることがある。共通語の、ににあたる五に、さを用いる場合が多い。理由を表す純接規定条件には、青森県南部地方では主にすけ、しけを使い、下北では、捨て、して、三古群では、変でを使う。すけ、しけ、捨て、 しては近畿方言の境が変化した形である。岩手県では主にからを使うほか、岩手県北部地域にハンテ、ヘデ、スケーも使われ、岩手県中北部地域にダスもある。けれどにあたる逆接規定条件には、岩手県北中部から青森県南部地方で主にドモを使い、下北ではタテ、タテ、バテ、バッテを使う。ドモは 北欧方言で広く使うものであり、ばっては、津軽弁と共通し、たっては、下北独自のもの。純摂家庭表現には、ばを使うほか、岩手県で用言の修士型に、だら、ごったらをつける場合がある。文末の修女子や関東女子として、岩手県に、名があり、男女共に用いる。岩手県中北部では、主に女性が親しみを込めて言う場合に、 なはを用い、男女共に用いる丁寧な表現として、ナスがある。青森県では、なや、ねがあり、これに、す、しをつけると丁寧になる。ネスは、青森県南部地方内陸部で使われるが、ねあすに変化する傾向があり、ナスは、八戸を中心とする、海岸地帯を、岩手県に連続して分布する。ナスの変形である、なさを、八戸の女性が使い、 下北ではニス、にす、ぬすという。尊敬語として、青森県南部地方には、高齢層で、おで、ある、おけリりあるのような、お、あるの形式がある。命令法としては、高齢層で、お、あれの形式があるほか、読ませ、おきせえのような、せ、えが38、上北で広く使われ、三考軍では、敬意の、軽い、読んで、起きてのような、てや、上品な、 読みなせえ、おきなせのような、なせ高齢層で、お読みあんせ、おおきあんせのような、お、あんせ形式が使われる。下北のむつし、田辺や大畑では、敬意の、軽い、読ませ、え、注意の、読ませ、最高敬語の、読ませまえと、せさい、さまへの三段階がある。森岡でも、おであるのような、お、あるの形式が用いられるほか、ごろうずる、 およれるのような敬語同士も持っている。ありがとうございます。